ウルバリン・ローガン、ローガン・メン・ X メン・ローガン、ローガン、ローガン、ローガンは、マーベルコミックのキャラクター、ローガン、ウルバリンを、主人公とした2017年のアメリカのスーパーヒーロー映画。監督は、ジェームズ・マンゴールド、脚本は、マンゴールドとマイケル・グリーン、スコット・フランクが務め、ヒュー・ジャックマン、パトリック・スチュワート、ボイド・ホルブルックらが出演する。X メインシリーズの10作目であり、ウルバリン、X メンゼロと、ウルバリン、サムライに続く、ウルバリン3部作の最終作。原作エピソードは、オールドマン・ローガンで、ウルバリン役のヒュージャックマン、プロフェッサー X 役のパトリックス・チュワートがそれぞれ、同役を演じる最後の作品となる。2017年3月3日、全米公開され、日本公開は、同年6月1日。 2029年、この25年間で新たなミュータントは生まれておらず、彼らの存在は絶滅の危機に瀕している。かつて、ウルバリンの名で知られていたローガンこと、ジェームズ・ハウレットは、現在は、テキサス州で、リムジン運転手として働き、メキシコ国境の向かい側に位置する放棄された、精錬工場で、チャールズ・エグゼビアの介護をしながら、キャリバンというミュータントと共に暮らしていた。 チャールズは、ミュータントと交信したと言い張るが、チャールズが、アルツハイマー病を患いかかっていて、能力を制御できなくなっていることもあり、ローガンとキャリバンはこれを信用しない。ある日、ローガンの蘇生を知る男が現れ、人探しの協力を求められる。また、ローガンは、元看護師と名乗るガブリエラ・ロペスから、ローラという名の11歳の少女を、ノースダコタ州にある、 エデンまで送り届けて欲しいという依頼を受ける。ローガンが改めて迎えに訪れると、ガブリエラは何者かに殺害されていた。ピアースに後をつけられ、住ミカを襲撃されたローガンは、車中に忍び込んでいたローラとチャールズを連れて、逃避行を始める。道中、一行は親切にしてくれたマンソン家に招かれ、人へを過ごす。ザンダーライス博士と合流した、ピアース率いる。 創作隊が拉致していたキャリバンの能力でこの家を特定し、チャールズとマンソン一家は殺害されてしまう。かろうじて逃げ出したローガンとローラは、チャールズの埋葬を済ませ、その後もノースダコタ州を目指し、ついに二人はエデンへとたどり着く。そこには、ローラと同じクミュータントの子供が集まり、カナダ国境を越える計画を立てていた。計画の実行当日、 捜索隊が追いつき子供たちの大半が囚われてしまうが、ローガンは小分けにして撃つよう指示された結成を善良を投与し、ローラを含む子供たちと共闘して捜索隊を殺害していく。X-24 との対決になり、追い詰められるローガンだったが、アダマンチウム弾でローラが X-24 を射殺。しかし、ローガンは戦いの結果として、 致命傷を負っており、泣きじゃくるローラの腕の中で池を引き取った。手製の墓標の前でローラは、道中チャールズと見た、シェーンの一節を引用して、長辞を述べる。子供たちが国境を目指して、歩き出す中、ローラだけは、名残惜しそうに立ち尽くす。ローラは、ローガンの墓標の十字架を、X の形に置き直すと、子供たちの後を追うようにして、国境を目指し旅だった。 二千十三年十一月二十世紀フォックスはウルバリンを主人公としたもう一つの単独作に向けての交渉を始めた。監督のジェームズ・マンゴールド、制作のローレンシュ・ラードナーはウルバリンシリーズの前作ウルバリン、サムライからの続投となった。マンゴールドは原作について原作コミックのウルバリンにまつわるエピソードに基づいたもので、制作は X、メン。 アポカリプス5になると述べた。その後、脚本家としてデイビッド・ジェームズ・ケリーが脚本に雇われた。2015年2月、パトリック・スチュワートが X ・メン・アポカリプスに出演しないことと合わせ、ウルバリン単独作第3弾への出演を認めた。同じ月、ジャックマンはウルバリンが死ぬまでを演じてみたいと述べた。同年三月十八日、ジャックマンは 自身のインスタグラムアカウントにウルバリンワンラストタイムと投稿した。彼はストーリーがオールドマン・ローガンに沿うものになるとほのめかし、後に原作者のマーク・ミラーもこの噂を認めた。2015年8月にはスチュワートがプロフェッサー X の出演はカメオ出演ではなく重要な役どころであることを明かした。2016年1月、ジャックマンは映画の脚本が 完成間近であると述べたが、一方で撮影はいつになるかわからないとした。同年2月には、ウルバリン、X メンゼロでウルバリンの兄、ビクター・クリードを演じたリーブ・シュレーバーが、再演について交渉したことを明かした。4月になって、ボイド・ホルブルックが、本名不明の霊国で激しい SX 社の警備役を、リチャード・イー・グラントが、本名不明のマッドサイエンティストを演じることが、明かされたほか、 制作のサイモン・キンバーグは近未来が舞台であることを明らかにした。4月末にはスティーブン・マーチャンとのキャスティングが、5月にはエリク・ラサルとエディ・ゼニールの作品参加が伝えられた。2016年5月にインタビューを受けたキンバーグは、この映画は未来が舞台で、あなた方が報じた通りある指定になる。暴力的で、西部劇的なトーンだ。 クールで全く異なる映画になると述べた。監督のマンゴールドは2015年3月に来年の初頭には始めるだろうとツイッター上で述べ、2016年5月9日にキンバーグが撮影を開始したことを述べた。ありがとうございます。